ははいどうもこんんにちは皆さ金欠大学生です今回ですね新企画ということで1日1レース予想やっていきたいと思いますこれ地方ですね、はい、どういうシステムかっていうと例えば今日僕10月25日なんですけども10月26日明日の予想を出しますで明日になったらこの結果をレース映像とともに皆さんと見ていこうと思いますでそのレースレ,レースを見た後に今度に 10月27日の予想をその動画内で発表します。っていうのをね、毎日毎日繰り返していこうかなと思います。なのでね、まあ、毎回1レース。まあこれね、どうやって買うかっていうとね、ワイドで買います。ワイドですね。はい。ワイドで、まあ1.500円。500円でやる予定です。まあこれ1.500円でやっていくんですけど、これをね、毎日やりますね。毎日。毎日やっていきます。 これね、毎日っていうのがね、いいかなと思ってまして。じゃあ皆さん結構気軽に1点だから、別に500円じゃなくても100円でもいいんですよ。結構みんな乗りやすいかなと思って。でレース映像でやるんでね、自分が実際に買わなくても、まあ、YouTube のコンテンツとして楽しめるよというのをやっていきたいと思います。ということでね、まあ、明日の動画では、この10月26日の船橋のね、11レース、メインレースですね。 えと確か平和賞ですね平和賞がやるので平和賞のこのマジでとハーモニーロアのこのレースを実際に皆さんと一緒に見て当たったか当たってないか終始つけて次に10月27日の競馬の予想をやっていきますということでね、はい、やっていこうと思うんで <laughs> とりあえず第1戦目貴重な第1戦目は10月26日船橋の11レース平和賞のマジでとハーモニーロアのワイド1.500円でした以上です